オクトクリレンとは、有機化合物の一種であり、ニシアのマイナス3、サンジフェニルマイナス2プロペン酸に2、エチルヘキシルエステルのことである。オクトクリレンの尖閣構造式。ニシアのマイナス3、サンジフェニルマイナス2プロペン酸と、二2、エチルヘキサンマイナス1オールのエステルである。オクトクリレンの分子模型。黒が炭素、白が水素、赤が酸素、青が窒素を表している。 オクトクリレンの分子式は C24H27 のに、分子量は361.48である。融点は約摂氏10度で、常温常圧では粘性のある黄色の液体である。なお、引火点は摂氏113度である。水には溶解しない。分子内のエステルのカルボン酸側に強薬系が広がっているため、オクトクリレンは紫外線を吸収する性質を持っている。 UVB の中でも超波長側と UVA の中でも比較的短波長側、具体的には波長290ナノメートルから350ナノメートルの紫外線を吸収する性質を持っている。オクトクリレンは波長290ナノメートルから350ナノメートルの紫外線を吸収する上に水に溶けず光に対して比較的安定なので、 耐水性の日焼け防止剤として用いられることがある。しかしながら、紫外線を吸収する能力があるとはいえ、それほど紫外線を強く吸収するわけではないなので、オクトクリレンを単独で日焼け防止の用途に用いても、不十分な効果しか得られない。対して、他の紫外線吸収剤と併用した場合、オクトクリレン自身は比較的安定であるため、 他の紫外線吸収剤を防護する役目を果たすことができる。これによって紫外線から皮膚を守ることができるため、日本でも化粧品などに配合されることがあり、2011年1月26日現在、化粧品 100g 中に、オクトクリレンを 10g まで配合することが許可されている。日焼け止めにしばしば用いられる化合物として、 オキシベンゾンやメトキシ系サンエチルヘキシルやスリソベンゾンが挙げられる。これら3つの化合物と同様に、オクトクリレンも、また人の皮膚から吸収され、皮膚に障害を引き起こす場合があることが判明した。さらに、オクトクリレンについては、ケトプロフェンと共に感査が起こると、ケトプロフェンを使用した時に、抗栓過敏症が起こる危険性が高まることが2010年7月に、 報告された一方、強い紫外線は皮膚癌になる危険性を上げるなど様々な害が知られており、蒸気のような危険があったとしても、強い紫外線に肌が直接長時間さらされるような状況などにおいては、日焼け防止剤を使用することの利点の方が上回ることもあるとする考えもある。しかしながら、日焼け防止剤が皮膚に障害を与える状況を防ぐ手法が、 開発されるまでは、例えば太陽光の下では、皮膚の露出を避けるなど、日焼け防止剤を使用する以外の紫外線防御法を利用することも考えるべきである。健康への影響や代替成分については、生地、サンスクリーン剤も参照のこと。ありがとうございます。